失われた伝承と秘密の妖精。どこに行くのさ。よし、行くぞ。今日はどんなことが起こるかな。冒険は毎日がドキドキだよ。これ使えそう。てやあった、これこれ。なんだろうこれ、結構珍しいものかも。てやー、綺麗な原石。これで何作ろうかな。がすごいのが難点だけど、これも必要な材料だもんね。とりゃあ、はあ、これなら大丈夫そうだ。そこだよっしゃ。はあ、こうして宝石に、なんてことないよな。ライザなら機器として素材にしそうだし。とりゃあ、昔と違って僕も鍛えたんだ。あった、これこれ。これくらい余裕で持てるさ。とりゃあ、砂は簡単。ライザ、フィーが見つけた鍵みたいなのを貸してくれる？うん、はい、これね。予想が正しければ、多分。うわっ、動いてるよこの遺跡。これ、本当に本物の鍵だったんだ。どれくらい閉じたままだったんだろう。わからない。きっと気が遠くなるくらい遥か昔からだと思うけど。こうしてでもしょうがない。タオ、中に入ってみよう。あ、うん、そうだね。よし、調査開始だ。羅針盤が動き出したよ。フィーの光も強くなってる。やっぱりここはあの遺跡と関係あるんだ。フィー、フィーといい、その羅針盤といい、
なんだか不思議だね。やっぱりこれ古式ヒグっぽく見える。だとするとそれってつまりクリント王国の錬金術師が作ったってことだよね。アンペルさんもこんな風に経験を積んでいろいろ知っていったのかな。やっぱり遺跡の中だと反応するのかな。でもアトリエでも反応してたよ。そうなのか。どういう仕組みで何に反応してるんだ。わからないけど、それならフィーも同じものに反応してるってことになるよね。何にしてもいろいろ情報不足だね。もっと調べてからじゃなきゃ予想もできないよ。だね。とにかく先に進んでみよう。何か起きたらその時はその時よ。ほんとライザは頼もしいな。行ける場所が広がったよ。推理の準備っと。さてと、ここでやんなきゃいけないのは？使ってる薬苦いんだよな。ティア！錬金術で味も変えてもらえるかな。ティア！これおやつによく食べる木の実だ。香ばしくって美味しいんだよね。ティア！薬の調合って結構するから。少し多めに取っておこうかな。ザクザクっと。そっと。これなら大丈夫そうだ。そこだ。よっと。はあ。せーの。そこだ。よっと。はあ。せーの。あ。そこだ。よっと。はあ。せーの。そこだ。はあ。よっと、はあ、よっと、はあ、何を使おうか。せーの。そこだ、よっと、はあ、さあ、始めるよ。一気に行くよ。楽勝、楽勝。さあ、早く進もう。ちょっと、もっともっと強くなるぞ。こうして改めて触ってみると砂の感触って気持ちいいな。いい形の石だ。だけどライザは形はどうでもいいとか言いそうだな。取れ！あ、これなら大丈夫そうだ。そこだ！よっと！はあ！せーの！あ！そこだ！よっと！はあ！せーの！ライザ、任せた！
さすが！よっと！はあっ！さすが！よっと！はあっ！走れ！炎よ！さすが！よっと！はあっ！そこ！そこ！さすが！よっと！はあっ！僕もちょっとだけ鍛えてるんだよね。あった、これこれ。糸を集めるのも慣れたものよ。どうかした？気のせいかな。何かがいたような気がしたんだけど。何もいないみたいだけど、本当にいたの？そう思ったんだけど、緊張しちゃってるのかな。ごめん、僕の気のせいだと思う。気持ちはわかるよ。私も島にいた時、ちょっとした冒険っていうか、外に出ることは時々あったんだけど、こんなちゃんとしたのはあの時以来だから、いろいろ思い出しちゃって僕だけじゃなかったのか。このままでも十分使えるんだけど、それじゃ錬金術師の名折よね。あ、これなら大丈夫そうだ。さすが！よっと！はぁ！せーの！さすが！よっと！はぁ！せーの！ライザー！任せた！さすが！よっと！はぁ！僕が行く！さすが！よっと！はぁ！せーの！さすが！よっと！はぁ！せーの！さすが！よっと！何を使おうか。戦況を変えるよ。楽勝楽勝。さあ、早く進もう。うわ、すごい崩れちゃってる。ここは渡れそうにないね。でも道は向こうの方にも続いてるのに。ひょいっと飛び越える方法があればいいんだけど。ひょいっとって、ライザー相変わらずだね。どういうことよ。安心するってことだよ。別の道を探そう。神秘的なこの素材が手に入るとは思わなかったな。とりゃー、よーいしょ。石だってやり方次第で立派な素材になるんだね。
島に比べて王都は鉱石がいっぱいだな。やっぱり人工島だし仕方ないのかな。ワクワクするね。あった、これこれ。火薬は遺跡探索で必須なんだ。あった、これこれ。とりゃ、はあ、これなら大丈夫そうだ。そこだ、よっ、はあ、せーの、はあ、そこだ、よっ、はあ、ライザー、任せた。そこだ、よっ、はあ、はあ、そこだ、よっ、せーの、はあ、そこだ、よっ、はあ、はあ、はあ、そこだ、よっ、はあ、はあ、せーの、はあ、はあ、そこだ、よっ、はあ、僕もちょっとだけ鍛えてるんだよね。そう、遺跡探索で何度も見てるからかな。昔より慣れてきてるかも。やっぱり糸は苦手だよ。目が痛くなってきちゃう。どうしたの？さっきのは僕の勘違いだよ。ううん、やっぱり何かいる気がする。え、まさか魔物？わからないけど、ちょっと見てくる。タオとフィーはここで待ってて。わかった。気をつけて、ライザー。やっぱり何かいる。足音のような。誰？大丈夫？どこか怪我してない？はい、平気です。ならよかった。ライザー、今の声は？パーティー？どうしてここに？ちょっと気になって。だからって一人で来るのは危ないよ。怪我したらどうするんだ。お願いします、タオさん。これからは私も一緒に連れて行ってください。え、確かに
最初は興味本位でした。今だってその延長なのは認めますけど、この経験は絶対に今後の自分のためになると確信しています。なので自分を高めるという目的のために今後は同行させてください。うんうん、立派な理由だよ。ちょ、ダメだよライザ、止めてくれなくちゃ。私はいいと思うけどな。それに一度は一緒に行ったじゃない。でも今後どんな危険なことがあるか。その時はタオが守ってあげればいいのよ。昔よりずっとたくましくなったもんね。まあ勉強だけじゃダメだと思って期待はしたけど。はあ、わかったよパティ。ではこれからよろしくお願い。ただしボルカーさんの許可を取ること、それだけは譲れないよ。わかりました。タオも立派な先生だね。どうしたのパティ。いえ、何でもありません。ご迷惑はかけません。よろしくお願いします。うん、こちらこそ。何が出るかな。神秘的な力があるのか、神秘的な気持ちにさせられてるだけなのか、謎だな。これってライザさんに持っていけば使ったりするのかしら。何が出るかな。捕まえた。かわいそうだけど錬金術の素材になってもらうね。虫を近づけないで。音を聞くとよーいしょ。です取れた。神秘的なのは分かったよーいしょ。これ結局どういうものなのかしら。材料が取れるのね。パティ、どうかした？なんだか嫌な感じがします。そんなに近づいたら。え？わあ！ライザさん！罠だ！二人とも気をつけて！
そこだ。よっ、ちょっと、はぁ、そこ、やっ、はぁ、そこだ。よっ、ちょっと、はぁ、ライザー、任せた。そこ、よっ、はぁ、死ね、炎よ。そこだ。よっ、ちょっと、はぁ、そこ、やっ、せーの、届いて。そこだ。よっ、ちょっと、ライザーさん、お願いします。そこ、そこ、私が切ります。そこだ。よっ、ちょっと、はぁ、そこ、やっ、さあ、始めるよ。戦況を変えるよ。そこだ。よっ、ちょっと、はぁ、そこ、やっ、はぁ、届いて。そこ、そこだ。よっ、ちょっと、はぁ、よぉ、ライザー、そこ、任せた。やっ、そこだ。届いて。よっ、ちょっと、はぁ、まだまだ、よぉ、ライザーさん、お願いします。僕が行く。そこだ。よっ、ちょっと、はぁ、そこ、やっ、せーの、届いて。まだまだ、そこだ。僕もちょっとだけ鍛えてるんだよね。ふぅ、びっくりしたな。それはこっちのセリフだよ。あんな不用意に近づいちゃダメだろ。あ、ごめんなさい。ま、怪我がないみたいで安心したけど。あの、この箱って開けても平気なんですか？うん、罠はもうないと思う。開けてみよう。これは腕輪でしょうか？そうだね。でもなんだろう、ただの腕輪じゃないみたいだよ。こんなのも入ってました。でもこれ何なのでしょう。何かの図解のようですが、絵ばっかりで文字がほとんどありません。パディ、ちょっとその本見せて。これレシピかも。ある道具を作るために描かれたものみたい。ある道具ってどんな？そっか、これってタオが持ってるその腕輪のレシピだよ。それじゃあこれは錬金術で作られた腕輪ってこと？そうだね。この本の図を見た限りだと魔法の紐みたいなのを出せる道具だよ。魔法の紐って、そんなもの何に使えるんですか？結構便利なものみたい。わかる限りのことを説明するね。そんなことができるんですか？これを見た限りはそう書いてあるように見えるけど、どこか使えそうな場所あったかな。ちょっと持ちすぎかも。どこに行きますか？よーし。
村と違って賑やかなところだな。うわっ、もう人にぶつかったら謝るのが普通でしょ。あれれ、財布がない。まさかさっきの男に。許さない、絶対捕まえるんだから。あの男どこ行ったんだろう。確か、あ、いた。おい待て、何のことだ。俺は別に。見つけた、私の財布返して。何、お前やっぱり。許してくれ。俺からスリをしようと思ったのが運の尽きだぜ。ほーらよ、お嬢ちゃんの財布だろ。ってちょっと待て、お嬢ちゃん、まさかあの時の。え、あ、おいおい、魔物とあれだけ戦えるお嬢ちゃんがあんなスリにやられてるんじゃねえよ。あ油断しちゃって。だがまた会えて嬉しいぜ。俺はクリフォードだ。夢とロマンを追い求める仕事をしている。私はライザリンシュタウト、みんなからはライザって呼ばれてるよ。仕事は大釜を使って未知の品を作ったり追い求める仕事かな。大釜だと。へえ、ロマンあるいい仕事じゃねえか。こうして再会したのも何かの縁だ。今度ゆっくりライザの仕事の話聞かせてくれよ。うん、あ、財布本当にありがとう。錬金術師のこと濁しちゃったけど悪かったかな。けど錬金術なんて言ってもわからないと思うし、今度また話をする機会があったらその時に話せばいいか。鉄と油の匂いがすごいね。まったく。どこに行きますか。よし行くぞ。新しいレシピ思いついちゃった。何作っちゃおうかな。入れる場所は。お、いい感じかも。さあ、何を入れよう。すごいのできちゃうかも。いろいろやってみたいな。すごいのできちゃうかも。何入れよっかな。すごいのできちゃうかも。
何を入れよう。すごいのできちゃうかも。何入れよっかな。何入れよっかな。何入れよっかな。お、いい感じかも。さあ、何を入れよう。どれもよくて悩んじゃうな。うまくいくかな。どこに入れようかな。どこに入れようかな。入れる場所は、すごいのできちゃうかも。何入れよっかな。お、いい感じかも。何入れよっかな。すごいのできちゃうかも。何入れよっかな。お、いい感じかも。何入れよっかな。すごいのできちゃうかも。さあ、何を入れよう。すごいのできちゃうかも。こんな感じかな。入れる場所は、さあ、何を入れよう。お、いい感じかも。何入れよっかな。すごいのできちゃうかも。いろいろやってみたいな。お、いい感じかも。いろいろやってみたいな。何入れよっかな。さあ、何を入れよう。何入れよっかな。お、いい感じかも。さあ、何を入れよう。しようかな。これでどうだ。
入れる場所は、さあ何を入れよう、さあ何を入れよう。お、いい感じかも。何入れよっかな。すごいのできちゃうかも。さあ何を入れよう、何入れよっかな。ねえ、どこに行くのさ。ここくらいの、ここ綺麗だった頃に見てみたかったわ。よーいしょ、よーいしょ。木の実だって立派な素材の一つ。何を使おうかな。とりゃえい、材料のまま使うと毒なものもあるらしいけど、これもそうなのかしら。大丈夫そうだ。正解。そこだ。そこ。と、は、は、届いて。そこだ。よっと、は、は。届いた。任せた。届いて。そこだ。よっと、は、は。ライトさん。私が切ります。走れ、炎よ。そこ、よっと、届いて。そこ、そこ、よっと、は、は、そこ、は、は、届いて。そこだ。当然の結果よ。教科書で見たことはあるけれど、実物はこんな感じなのね。そもそもただの石ってどういう石なの？よいしょ。
一回メモで整理した方がいいかも。あった、これこれ。金属は本当に何にでも使えるからね。持てるだけ持っていこう。抽象的な情報ばっかりなのかな。宝石の名前とか特徴も完璧に覚えちゃった。よーいしょ。3年前の私が聞いたら驚くだろうな。よーいしょ。何か分かりそうなんだけどな。てやそこならエメラルドバンドを引っ掛けて向こう側に渡れるかも。それってつまりこの崖を飛び越えるってことですよね。大丈夫、これってそう簡単に切れたりしないから。まさか本当にひょいっと飛び越えることになるなんて。食材は新鮮なのが一番ね。届いて。からどんなことがわかるかな。ザクザクっと。平気です、これくらい持てますから。
何か変わったものはあるかな。これでいいかな。ありがとね。これでいい。ありがとね。これでいい。ありがとね。また見に来よ。あった。これこれ。木材っていろんなことに使えるから錬金術では重宝してるんだ。大丈夫そうだ。そこだ。よっと。はあ。せーの。そこ。そこだ。よっと。すごいか。せーの。ライザ、任せた。そこだ。よっと。はあ。よっ。はあ。僕が行く。僕もちょっとだけ鍛えてるんだよね。遺跡の謎も解けるはずだよね。よいしょ、とりゃ敵だ。気をつけて。そこ、やっはっ、届いて。そこだ、よっと、はぁ、あ、そこ、やっそこだ、はぁ、届いて。ライザ、ライザさん、任せた。お願いします。そこ、そこを私が切ります。走れ、炎よ。そこだ、よっと、そこ、やっ、せーの、届いて。そこだ、よっと、うん、そこ、そこだ、よっと、届いて。そこ、そこだ、よっと、はあ、そこ、やっ、さあ、はあ、始めるよ。戦況を変えるよ。楽勝楽勝。さあ、早く進もう。これ、どんな人の思い出なんだろう。わかりそうかも。そう、レッサなら大抵使えるみたいだし、
持てるだけ持ってってみようかしら。あった、これこれ。調査ノートの補充はできてる。今日もたくさん調べるぞ。どれくらいあるんだろう。ちょっと持つ。行ける場所が広がったよ。よし、何にしようかな。入れる場所は何入れよっかな。すごいのできちゃうかも。すごいのできちゃうかも。さあ何を入れよう。さあ何を入れよう。さあ何を入れよう。入れよう。さあ何を入れよう。さあ何を入れよう。あれ、あ、ちょっと変わりそう。どれも良くて悩んじゃうな。じゃーん、こんな感じかな。
何作っちゃおうかな。入れる場所は、どこに入れようかな。すごいのできちゃうかも。さあ、何を入れよう。お、いい感じかも。いい感じかも。何をしようか悩んじゃうな。どこに入れようかな。さあ、何を入れよう。お、いい感じかも。すごいのできちゃうかも。さあ、何を入れよう。何入れよっかな。感じかも。お、いい感じかも。さあ、何を入れよう。すごいのできちゃうかも。何入れよっかな。どこに入れようかな。どこに行きますか。よし、行くぞ。露店がいっぱいだね。ちょっとブラブラ見てみよう。いらっしゃい。決まりかな。毎度ありがとうね。決まりかな。毎度ありがとうね。またいつでもどうぞ。いらっしゃい。いろい。それでいいのかい。はい、ありがとうね。それでいい。はい、ありがとうね。それでいい。はい、ありがとうね。それでいい。はい、ありがとうね。また買ってくれ。ようこそいらっしゃいます。こちらで。ありがとうございました。こちらで。ありがとうございました。こちらでよろしい。こちらで。ありがとうございました。こちらで。ありがとうございました。こちら。ありがとうございました。こちら。ありがとうございました。またお越しくだ。毎度です。
これでいい。はい、毎度です。これでいい。はい、毎度です。これで、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 はい、毎度です。またどうぞ。ようこそ。こちらで、はい、毎度ありがとう。こちらで、はい、毎度、また来てくださいね。毎度。またど、どこに行こうかな。よし、行く。オートって本当に賑やかだよね。お店がいっぱいあって目が回っちゃいそうだよ。僕も最初はそうだったよ。村の店に比べてどこも立派でさ、変に緊張して最初は買い物なんてできなかったよ。二人とも随分と仲がよろしいようで。うん、小さい頃からの付き合いだからね。それにしたってちょっと仲良すぎに見えます。そうかな。どう思う？普通だと思うよ。いつもこんな感じだし。あ、いや、仲がいいことを否定してるわけではなくて、ただお二人は異性のお友達とこんなに仲がいいのって結構珍しいんじゃないかと思うんです。確かにこっちではそういう人たちってあんまり見ないかもしれない。異性同士で仲がいいって人は基本的に恋人ばかりじゃないかな。え？じゃあ私たちも勘違いされてるかも。僕とライザが？面白い話だね。いえ、面白くはないわ。でもライザのことは人として尊敬してるよ。本気でやりたいことを全力でやり抜くところなんか本当にすごいと思ってるし、けどライザはそれ以外の部分がちょっとね。うわ、ひどい。なるほど、よくわかりました。確かに現状のところは本当に仲のいい友達なんですね。あ、ん？ええ、油断のできないお友達です。油断できない？どういう意味かな。都会の子が使う言葉は難しいね。入れる場所は。
何入れよっかな。何入れよっかな。お、いい感じかも。さあ、何を入れよう。お、いい感じかも。何入れよっかな。さあ、何を入れよう。お、いい感じかも。何入れよっかな。お、いい感じかも。何入れよっかな。新しいものができちゃいそう。どれにしようかな。いい感じ。さすが私。何作っちゃおうかな。どこに入れようかな。何入れよっかな。すごいのできちゃうかも。さあ、何を入れよう。お、いい感じかも。何を入れよう。何入れよっかな。すごいのできちゃうかも。さあ、何を入れよう。さあ、何を入れよう。何入れよっかな。お、いい感じかも。これでどうだ。うんうん、悪くないね。入れる場所は。何入れよっかな。お、いい感じかも。すごいのできちゃうかも。いろいろやってみたいな。何入れよっかな。さあ、何を入れよう。すごいのできちゃうかも。さあ、何を入れよう。何入れよっかな。すごいのできちゃうかも。どれにしようかな。
何にしようかな。どこに入れようかな。すごいのできちゃうかも。お、いい感じかも。すごいのできちゃうかも。何入れよっかな。次はどうしよっかな。さあ、何を入れよう。何入れよっかな。さあ、何を入れよう。さあ、何を入れよう。入れよう。すごいのできちゃうかも。何入れよっかな。次はどうしよっかな。お、いい感じかも。うまくいくかな。どこに入れようかな。お、いい感じかも。すごいのできちゃうかも。さあ、何を入れよう。何入れよっかな。お、いい感じかも。何入れよっかな。さあ、何を入れよう。お、いい感じかも。何入れよっかな。何入れよっかな。さあ、何を入れよう。お、いい感じかも。これでどうだ。入れる場所は。お、いい感じかも。すごいのできちゃうかも。すごいのできちゃうかも。何入れよっかな。何入れよっかな。お、いい感じかも。何入れよっかな。お、いい感じかも。何入れよっかな。お、いい感じかも。すごいのできちゃうかも。これでどうだ。
どこに入れようかな。どこに入れようかな。すごいのできちゃうかも。お、いい感じかも。何入れよっかな。お、いい感じかも。何入れよっかな。すごいのできちゃうかも。何入れよっかな。さあ、何を入れよう。入れよう。お、いい感じかも。すごいのできちゃうかも。さあ、何を入れよう。あれ、ちょっと変わりそう。どれも良くて悩んじゃうな。いい感じ。さすが私。どこに入れようかな。次はどうしよっかな。さあ、何を入れよう。さあ、何を入れよう。さあ、何を入れよう。すごいのできちゃうかも。すごいのできちゃうかも。さあ、何を入れよう。何入れようかな。さあ、何を入れよう。入れよう。さあ、何を入れよう。何入れよっかな。すごいのできちゃうかも。何入れよっかな。さあ、何を入れよう。どこに入れようかな。さあ、何を入れよう。すごいのできちゃうかも。感じかも。お、いい感じかも。何入れよっかな。さあ、何を入れよう。何入れよっかな。新しいものができちゃいそう。どれにしようかな。こんな感じかな。
入れる場所は。すごいのできちゃうかも。さあ、何を入れよう。すごいのできちゃうかも。さあ、何を入れよう。何入れよっかな。すごいのできちゃうかも。何を入れよう。お、いい感じかも。すごいのできちゃうかも。さあ、何を入れよう。何入れよっかな。いい感じかも。これでどうだ。さあ、何を入れよう。どれにしようかな。これでどうだ。どこに入れようかな。何入れよっかな。何入れよっかな。お、いい感じかも。感じかも。お、いい感じかも。何入れよっかな。すごいのできちゃうかも。何入れよっかな。さあ、何を入れよう。すごいのできちゃうかも。お、いい感じかも。何入れよっかな。あれ、ちょっと変わりそう。どれもよくて悩んじゃうな。じゃーん、こんな感じかな。
どこに入れようかな。何入れよっかな。お、いい感じかも。何入れよっかな。すごいのできちゃうかも。何入れよっかな。すごいのできちゃうかも。何入れよっかな。何をしようか悩んじゃうな。入れてから考えるのもありかな。何をしようか悩んじゃうな。すごいのできちゃうかも。さあ何を入れよう。しようか悩んじゃうな。すごいのできちゃうかも。いい感じ。さすが私。何にしようかな。入れる場所は。お、いい感じかも。感じかも。さあ何を入れよう。お、いい感じかも。いろいろやってみたいな。お、いい感じかも。お、いい感じかも。さあ何を入れよう。すごいのできちゃうかも。すごいのできちゃうかも。
これでどうだ。入れる場所は、どこに入れようかな。入れる場所は、さあ何を入れよう。すごいのできちゃうかも。何入れよっかな。すごいのできちゃうかも。何入れよっかな。よし、行くぞ。どの依頼にしよう。これなら。どこに行くのさ。よーし、で、あとはこうやって熱が通り過ぎないようにしばらくかき混ぜると傷薬ができるんだよ。え、錬金術って不思議だろ。はい、本当に何度見てもすごいです、ライザさんの。ライザ先生の錬金術はとてもすごいと思います。先生だなんて、そんな大げさだよ。大げさではないと思います。それに島では先生なんでしょ。そうだけど、小さい子たち相手のね。だからパティは普通にライザって呼んでくれれば。いや、目上の方を呼び捨てにするわけにはいきません。せめてライザさんと呼ばせてください。うん、まあそっちの方が呼びやすいなら私はいいけど。うん、ライザ先生よりもライザさんの方が僕としてもありがたいかな。パティの家庭教師をしている僕が先生って呼ばれてないのに、ライザだけ先生って呼ばれたら型なしだよ。ならやっぱり先生って呼んでもらおうかな。あ、ひどいな。でもちょっとびっくりだよね。さ
3年前までは村の悪童って呼ばれてた私たちが今は先生だもん。冒険だなんだ言って危ないことたくさんしてたからね。冒険ということは、ライザさんがタオさんを悪の道に引き込もうとしていたわけですね。悪の道じゃなくて崩れかけた洞窟とかに誘っただけで。もっと危ないじゃないですか。でもあの頃があったから今の僕があると思うんだ。本だけじゃなくて自分の目で本物の歴史を見たい、そう思えるようになったのはライザとの冒険があったからだと思ってるよ。タオさんの昔話には必ずライザさんが出てくるんですね。何作っちゃおうかな。どこに入れようかな。どこに入れようかな。いい感じかも。何入れよっかな。さあ何を入れよう。さあ何を入れよう。すごいのできちゃうかも。さあ何を入れよう。入れてから考えるのもありかな。さあ何を入れよう。すごいのできちゃうかも。すごいのできちゃうかも。さあ何を入れよう。これでどうだ。どこに入れようかな。すごいのできちゃうかも。何入れよっかな。何をしようか悩んじゃうな。さあ何を入れよう。すごいのできちゃうかも。何入れよっかな。いい感じかも。何入れよっかな。すごいのできちゃうかも。さあ何を入れよう。いい感じかも。何入れよっかな。何入れよっかな。さあ何を入れよう。すごいのできちゃうかも。これでどうだ。
何にしようかな。入れる場所は、すごいのできちゃうかも。何入れよっかな。すごいのできちゃうかも。お、いい感じかも。何入れよっかな。お、いい感じかも。何入れよっかな。すごいのできちゃうかも。お、いい感じかも。何入れよっかな。いろいろやってみたいな。さあ、何を入れよう。何入れよっかな。感じかも。さあ、何を入れよう。何入れよっかな。次はどうしよっかな。お、いい感じかも。これでどうだ。
どこに行きますか？よし、何にしようかな。さあ何を入れよう、さあ何を入れよう。すごいのできちゃうかも。お、いい感じかも。さあ何を入れよう。お、いい感じかも。すごいのできちゃうかも。何入れよっかな。入れてから考えるのもありかな。何入れよっかな。何入れよっかな。すごいのできちゃうかも。うんうん、悪くないね。どこに行こうかな。よし、どの依頼にしよう。すぐに報告できるね。これならすぐに。これなら。すぐに報告。すぐに報告。これなら。これならすぐに報告できそう。どこに行こうかな。よーし、行く。